スズキ新型ワゴン R、2025年登場。驚きの進化全貌、新型ワゴン R 完全予測。軽自動車市場の革命を目指す、その魅力とは、次世代軽自動車の本命。スズキ新型ワゴン R の全貌に迫る、スズキが誇る軽自動車、ワゴン R が、ついにフルモデルチェンジを迎えるという噂が囁かれています。2025年10月に日本での発売が予想されている新型ワゴン R は驚くべき進化を遂げ、軽自動車市場のトップを再び狙います。本日はその魅力をデザイン、技術、環境性能の3つの観点から徹底予測していきます。この新型モデルはフルモデルチェンジによって軽自動車市場でのトップの地位を取り戻すことが期待されています。スズキは軽自動車のパイオニアとしてその名を知られています。特にワゴン R は1993年の初代モデルの登場以来、実用性とコストパフォーマンスの高さから多くのユーザーに支持されてきました。今回の新型ワゴン R はその伝統を引き継ぎながらさらなる進化を遂げるでしょう。デザイン面では大胆なフロントフェイスやシャープなラインが採用されており、これまでのワゴン R とは一線を画す現代的な外観を実現すると言われています。この新しいデザインは特に若い世代を意識したスタイリッシュな仕上がりでありながら、全世代にアピールする高級感を兼ね備えています。これにより軽自動車というカテゴリーに新たな価値を提案しています。また環境への配慮が一層重視されています。新型ワゴン R は燃費性能を大幅に向上させる技術を搭載させ、日常のランニングコストを抑えることが期待されます。さらにエンジンとモーターの協調制御によって、都市部でのストップ&ゴーが多い状況でも快適なドライブを実現するでしょう。ユニークな特徴として、新型ワゴン R には消費者の声を反映した様々な機能が取り入れられると言われています。例えば日常の利便性を高めるための工夫として、広々としたラゲッジスペースや多彩な収納オプションが提供される予定です。これにより買い物やアウトドア活動、家族での旅行など様々な用途に対応できる柔軟性が確保されるでしょう。さらに新型ワゴン R は安全性にも配慮されています。最新の運転支援技術が搭載されており、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱防止システムなど、安心して運転できる環境が整えられる予定です。このように新型ワゴン R は従来のモデルの魅力を継承しつつ、現代のニーズに完全に応える仕上がりとなっています。快適性と最新技術、新型ワゴン R の内装はまさに日常の使い勝手を追求したデザインが魅力になるでしょう。まずその広々とした空間設計は、家族や友人と快適に移動できるよう徹底的に考慮されています。特に後部座席はゆったりとした足元スペースを確保しており、シートのクッション性やサポート性能も抜群です。さらに後部座席にはリクライニング機能を搭載し、長時間の移動でもリラックスできる設計が特徴です。これにより家族旅行やアウトドアシーンでも快適性が確保されるでしょう。収納面でも新型ワゴン R は優れた機能性を発揮します。運転席周辺にはドライバーが手軽にアクセスできる小物入れやカップホルダーが豊富に配置されています。さらに後部のラゲッジスペースは、日常の買い物から大型荷物の運搬まで対応できる柔軟な設計です。リアシートを倒すことでフラットな加湿を作り出し、さらに多くの荷物を積むことが可能になります。また最新のインフォテインメントシステムが搭載されている点も大きな魅力です。このシステムはスマートフォンとの連携がスムーズで、 Apple CarPlay や Android Auto に対応しており、直感的な操作が可能なタッチスクリーン式ディスプレイを備えています。音声操作やハンズフィー通話機能を活用すれば、運転中の視線移動を最小限に抑え、安全性を向上させることができます。また音楽ストリーミングやリアルタイムのナビゲーション機能も統合されており、ドライブの楽しさを格段に高めてくれます。空調システムにも最新技術が採用されています。新型ワゴン R の自動温度調節機能は、乗員全員に快適な温度を提供しつつ、エネルギー効率を最大化するよう設計されています。特にエコモードを使用することで燃費性能を維持しながら快適な車内環境を確保することができます。さらに
後部座席用の空調ダクトも装備されており、車内全体で均一な快適性を実現しています。新型ワゴン R のエンジン性能も特筆すべき点です。 660cc のマイルドハイブリッドエンジンは都市部での運転を想定して設計されており、ストップアンドゴーが多い環境下でもスムーズな加速を提供します。このエンジンはモーターアシストを活用することで燃費性能をさらに向上させ、静粛性にも優れています。これにより快適なドライブ体験が実現し、特に家族での移動や通勤時に最適です。加えて安全装備も充実しています。新型ワゴン R には衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報システムが標準装備されており、運転者と同乗者の安全を徹底的にサポートします。また360度カメラシステムが搭載されているため、駐車時や狭い道での運転もストレスなく行うことができます。これらの先進安全技術が日常の安心感をさらに高めています。新型ワゴン R は快適性と利便性、そして最新技術を兼ね備えた一台として、軽自動車市場の新たな基準を打ち立てること間違いありません。次世代の動力システム、新型ワゴン R にはスズキが新たに開発した e スマートエレクトリックシステムが搭載される予定です。このシステムは完全電動での走行を実現することで、ゼロエミッションの運転を可能にし、環境負荷を大幅に低減します。都市部での短距離移動から長距離の移動まで対応できる性能を備えたこのシステムは、次世代の軽自動車の方向性を示すものとなっています。効率的で高性能なバッテリー、 e スマートエレクトリックシステムの中心には高効率で長寿命なリチウムイオンバッテリーが採用されています。このバッテリーは急速充電にも対応しており、短時間での充電が可能です。これにより日常生活の中での充電ストレスが大幅に軽減されます。静粛性と加速性能、電動モーターはトルクの即応性が高く、発進時や加速時にスムーズで力強い走行を実現します。この特徴によりストップアンドゴーが多い都市部での運転もストレスフリーとなります。またエンジン音がないため走行中の静粛性が非常に高く、車内での会話や音楽を楽しむ環境がより快適になります。この静粛性は特に都会の住宅街や夜間の運転で大きな利点となるでしょう。ハイブリッドシステムとの連携、新型ワゴン R には 660cc のマイルドハイブリッドエンジンも用意されています。このエンジンは電動モーターとの連携によって燃費性能をさらに向上させています。発進時や低速域でのモーターアシストによりエンジンへの負担を軽減し、滑らかで静かな走行を提供します。これにより経済性と環境性能を両立させることが可能です。エコドライブをサポートする技術、新型ワゴン R にはリアルタイムで燃費状況を表示するエコドライブモニターが搭載されています。この機能により運転者は自分の運転スタイルを見直し、より効率的な運転を目指すことができます。さらに車両が自動的に最適な駆動モードを選択することで燃費性能が最大化される仕組みも導入されています。高度な安全性と環境性能の両立、 e スマートエレクトリックシステムはただ環境に優しいだけでなく、高度な安全性も提供します。電動モーターの即応性と正確な制御により滑らかな加速と減速が可能で、滑りやすい路面や緊急時の操作性が向上しています。またブレーキエネルギー回生システムを採用することで、走行中のエネルギーを効率よく再利用し、さらに環境負荷を軽減します。最適なボディサイズと利便性、新型ワゴン R は全長 3395mm、全幅 1475mm という軽自動車の枠内に収まるサイズながら、広々とした車内空間を実現しています。このサイズは都市部での取り回しや駐車がしやすく、さらに高性能な動力システムを活用することで日常の利便性をさらに高めています。新型ワゴン R はスズキの技術革新を象徴するモデルとして、軽自動車市場の未来を切り開く存在となるでしょう。次世代の動力システムと高い実用性、安全性を兼ね備えたこの1台は、持続可能なモビリティの実現に向けた大きな一歩を示しています。これからも続報が入り次第随時お伝えしていきますので、皆さんお楽しみに。